しいのよ。2日間。この数字は一体何？アメリカの格闘技イベントで緊急入院した期間、はいはい、今年の4月念願かなって世界最大の総合格闘技イベント UFC に参加しました、寝技は使わず壮絶な殴り合いの末、判定勝ちを収めましたが顔面を2箇所骨折し、そのまま緊急入院する羽目、せっかくのラスベガスだったのに全く楽しめましたね楽しめませんでした。いやいや、壮絶やったみたいですね、うん、結構ね、本当に世界最大のイベントで強いやつばっかりなんですよ、で、すげえ殴り合ってですね、で、まあラスベガスで出会ったんで、遊びたかったんですよ、試合終わってから、それもあったんですが、なんか怪我してそのまま試合も見れずにそのまま緊急で入って、でそのまま手術しますっていう話、どこ落としたの？目の下と、目の下が折れると目がこう落っこちてしまうんですよ、眼下底骨折って、でここの下が折れて、あと鼻と2つ折れたんですけど、折れたら自分でガンガンガンって入れるんですよ、こういうもの、なんかこういうの、今回医者行ったら、その普通のピンセットあるじゃないですか、でピンセットをこう突っ込もうとするんですよ、お医者さんが、でそれをガーゼを巻いて突っ込もうとするんですけど、まあガーゼを巻いたから鼻の中入らないんですよ、で何を思うと、それを全部取って、そのままちょっと突っ込むんですよ、痛い、ここの奥のところまで突っ込んで、掴んでバキッとして、でそれで曲がってるやつがまっすぐになったんですけど、痛い、あのそれをちょっと鈴木でやってくれる、もともとは俺のプッチンプリンやっていうことでね、始まったわけですからね。桑畑の14日。